受かりますようにないだろうやった筆箱にお守り入れてたはないだろう今日は宝泉寺から <laughs> お送りしています言いづらい今日は言いづらいねえー、世界志向士佐藤幸雄は今日で宝泉寺を追い出されることになるかもしれません大体たい 合格をお金で買おうなんてのはおかしい話でしょねルターに怒られますって大体ね皆さんお金を先に払ってから合格を後からもらうしかもそれもらえないかもしれないんですよなのにお金を払うねお守りを買うお金で買うね合格が必ず来るならいいよ説教されて来ないかもしれないのに買う宝くじじゃないですか おかかしくないですかルターが言いました信仰義人,説人は信仰によってのみ義とされてお金を払って何かをするなんてのは救われるなんてのはおかしい話だろうって確かに当時おかしかったローマ教皇はサンピエトロ大聖堂を修築するのにお金がなくて誰かから金を巻き上げようとしたわけです そこでキリスト教の信徒たちにね、このお札買うと幸せになれるぜって言って、そのお札を売るっていう作戦に出たわけよ。なのおかしいですよ。お札なんて買わなくたって祈れば幸せになれるのが、それがキリスト教ってもんじゃないのかいだからおかしかったんです。それにある人物が、それおかしいだろって言って、ローマ教皇を攻めた。狙われたのは、ドイツなんですよ。なぜドイツなのか。 フランスはね、ローマ教皇一回閉じ込められたこともあるじゃないですか。イギリスは当時もう王様はめちゃめちゃ強いですから、ローマ教皇の入る余地などないです。だからそういう中において、ローマ教皇が好きなようにできるってことから、当時ドイツをローマの目牛って呼んでいたんです。なんか意外とひどい名前の呼び方でしょ。だからこういう中でひどかった。そのお札のことを免罪符、職友状と呼んでいた。 だから宗教改革、つまりローマ教皇のやっているものは悪い、おかしいんだって。もうカトリックっていう単語って普遍っていう単語だからね。なんかそれを否定するのもなんか変な感じだけれども、その普遍的なキリスト教は間違ってるんだと。そうやってドイツのビッテンベルク大学の教授、神学部の教授が戦いを挑んだ。それがマルティン・ルターという人物。 みんなが知っている宗教改革の始まりっていうのはここからだということです。ただね、受験のことを考えてみれば僕は言うわけですよ。確かに気持ちが揺らぐから何かに頼りたいのはわかる。だったらこうしないお寺にしても神社にしても何かこうお祭銭をあげたりするときに書けばいい紙に。ね。第一志望だったらね、5000円。第二志望だったら3000円。第三志望だったら1000円。ね。 そして全部落ちたら「火をつける」って書いてねでそれを石にこう紙に書いて石に巻いてこうやってさい銭箱に入れればいいじゃんそして「よろしくお願いします」って言って第一志望があったら「それは5,000円持ってきましょうよ」「それは持ってこなかったらそれは詐欺ですからねダメですよ」なんでバチが当たります。 でも、万が一全部押したら、まあ、それはいいますけどね。<laughs> お願いしたのにって。っていうことですよ。でも、もなくなっちゃうかもしれません。感 <laughs> じ<し>て。<laughs> そういうのがこれなんです。でも、言うてることはわかりますかルターの言ってることもわかりますよね。ただ、これから説明します。本当の宗教改革とは僕は言えないってよくルターの話をするときに言う。本当の宗教改革っていうのは、僕はカルバンだと思ってます。つまり、宗教改革は、最終的に宗教だけじゃなく、 生き方。人間の生き方ね。社会改革まで、こう、変化していく。それが政治改革まで変わっていく。僕が本当の宗教改革はそこにあると思ってるんですよ。変化していくってことね。でも、実はルターの宗教改革っていうのは途中で止まってしまう。それはなぜなのかです。まず最初にその話をしよう。つまり、ルターがやろうとしたことは、その免罪符、やめた方がいい。そういうことをやってると、カトリックっていうのは悪くなっちゃう。 カトリックってのは素晴らしいもんなんだから、それはやめた方がいいよ。わかりますよねつまり彼はカトリックを否定して、ローマ教皇を否定して、新しい宗教を作ろうなんてのは、これっぽっちも思ってない。どちらかというと悪いことをしてるからその悪いことを直しましょうと。きちんとしたものにしましょうよって言ってるだけだから、どちらかというと宗教改革というよりは、カトリックの中の えー、悪いいこと退治みたなな感じのイメージなんですだからもともとルター自体はカトリックを辞めるなんていうのは根本的にアパン頭にないなのになんで教科書に宗教改革のスタートの人になっちゃったのかそれは彼が頑固であることと短期であることそれは顔を見たらすぐわかりますうわ短期そうこの大学の教授には襲われたくないなみたいなそんな感じですよ 実は彼はちょっと言い過ぎてしまってローマ教皇の悪口を言ってしまう場面があるんです。ライプチヒと呼ばれる討論会で。で、その時にローマ教皇から、まあ知り合いですから、ルターは。なので、ちょっと、また俺の悪口お前言ったのもうちょっと悪いけどさ、取り消してくんないかなって言った手紙に、切れてやんのルター。っ <laughs> て、それで、その手紙ブリって破って、みんなの前で焚き火で燃やしてんだよ。 焚き木で燃やすのはサツマイモだけにしとけよ。そんなことされたらローマ教皇だって立場ないでしょ。大学の教授に自分の手紙燃やされてんだよ、みんなの前で。だから波紋だって言ったら、そうしたら何ですか、普通。謝りません波紋それはやめてくださいって。あったじゃん、昔あの破門ビームでやられた人たち。みんな泣いてませんでした。なんつったと思う、ルータ。あ、いいよ波紋。破門 いいよみたいなもほら出た短期で頑固だよだから宗教改革にまで至っちゃってるってことは間違いないでくださいでなんでそんなことを言えるのか実はこの後、皆さん少しだけ多分知ってるんですよルターが宗教改革のスタートとして95か条の論題なんていうの聞いたことないですか つまりカトリックのやってる95個悪いことを全部書いてで教会の入り口に貼るめちゃめちゃ嫌なんですよねそれで貼ったわけですよでこの95個やめた方がいいってしかもその95個貼った時に何語で書いたと思いますもしそれをみんなに知らせたいみんなもドイツ人全員に分からないように分からすようにしたいんだったらドイツ語で書いてると思いませんか彼ララテテンン語語ででで書いいたんんすすすよ理由が分かりますラテン語だと一般人が読めないんです ラテン語で読めるのは、教会の人しか読めないんですよ。つまり、あなたたち間違ってからこの95個。なんで直して、一般の人に気づかれる前にって。今の話を聞いたら、やっぱりこの人はいわゆるカトリックを潰したいなと思ってないってことがわかるじゃないですか。それよりもいいカトリックにしたいってしてたんですよ。それが今言ったちょっとした言葉の早で喧嘩しちゃったんです。見てください。 実はこれには大きな、だからルターの宗教改革はルターだけのことにとどまらないんですよ。それは当時がすごいこう躍動的な時代だったっていうのが正しい,言い方なのかな。ちょっと見てください。今ルターがローマ教皇に喧嘩を売りました。ちなみに95か条の問題は1517年、16世紀の初めになります。で、実は当時、 フランスとドイツが喧嘩をしていますこれは何で喧嘩してるかというとイタリアの支配権をめぐってイタリアの中に入っていって喧嘩してるんですでも実はこの戦いっていうのはフランスのが不利でなんで不利かというとまあここでは説明しきれないけどこれスペインねここドイツね実はスペインの王様とドイツの王様って同じ人です <laughs> って言ってもはっ,って感じでしょ カルロス一世、カール五世と呼ばれてるんですけど、両方とも同じ人。ハプスブルク家です。まあ、そこでやりましょう。つまり、ここが同じ人なわけですよ。そしたらわかるでしょ同じ人ってことは、フランスは挟まれるわけです。これじゃフランスに勝ち目はないですよ。だからフランスはこれではまずいって言うんで、なんと、異教徒だよ。異教徒だからね。異教徒である、 オスマン帝国と結んでそれでドイツをはさみしするってのはこの暴挙に出るわけでこんなの許されるわけないじゃんだってカトリックですよ全部そのカトリックのただの喧嘩にイスラム教徒入れんなよしかも当時のイスラム教徒っていうのはスレイマン一世っていう全盛期の王様ですってそれはないだろうだからちゃんとドイツの皇帝はもうそういうのおかしくないっていうんでまあローマ教皇に近づいてるって考えてくださいまあ途中喧嘩したりするけど一応だからこんな感じイメージは。 まあ、いわわゆるるフランスを波紋させたための手だったわけそしたらね分かるでしょお前なだめろよってなるじゃんだからドイツの皇帝はルターをなだめなきゃいけないので,でなるよね自然にそうなるじゃんだってそうじゃないとローマ教皇困るしだからルターが「はあ?」だて言いなら「カール」みたいなお菓子みたいな名前しゃってああ」<laughs> って言いながら結局喧嘩しちゃってダメですよこれも罰だからねあの皆さんよく考えたの頑固とかさ ね、この短期とかっていうのはよくないですよ <laughs> ルターは結構こういうのでもういられないじゃんローマ教皇と喧嘩してドイツの皇帝と喧嘩してどこに逃げんのだから実はこの人ってエラスムスと呼ばれるオランダにいた人文主義者がいるんです「グシン・ライサン」っていう有名な本を書いたりしたんだでその人に影響を受けてるのでまあオランダにでも逃げるかと亡命って言ってたらいやいやいやうち来なよ助けてあげるからっていうんでなんと見て。 ザクセン,センテイコー覚えてっかな忘れちゃったドイツ神聖ローマ帝国という国の説明をした時にこの国っていうのは一応皇帝はいるけど名ばかりだよって諸皇が皇帝を選んでるから実のところ言うと皇帝よりも諸皇の方のが強い力を持ってるよって言った。覚えてますつまり 本当はこっちのが強いはずなのに、当時の皇帝カール5世はめっちゃエバってんのよ。ハプスブルクで。それに気に入らないのが、ザクセン。つまり、ドイツの中が、まあ、言い方変えると内戦状態みたいになってるんです。こういう状態ですよ。だから、ザクセン選択肢も皇帝と対抗するためには、ルターを味方につけた方がこの状態だと良くないですか これが世に言うルター派。なんていう名前になるのは、ルターだけじゃなくて、ルターのバックに大きな諸侯がついている。で、こっちがカトリックグループって言って、ドイツがカトリックグループとルターグループになって喧嘩していたんです。いいそしたら、オスマン帝国がここに突っ込んでくるんですよ。ヨヨーンって。しかもどこに来たかというと、ウィーン。やばい。<laughs> さあ、こうやってオスマン帝国がウィーンの近くまで迫ってくる。いいですかめちゃめちゃ強いんですよ。そんな状態なのに、ドイツの皇帝はフランスの王とも戦い。ねルターにくっついてるザクセンとも戦い。さらにオスマンとも戦い。こんな無理に決まったんでしょうが。だから絶対にどっかと仲良くしないといけないねって言うんで、結局どうなったかっていうと、ここだよ。この喧嘩している、これこれ。つまり一時的に、 ルター派、つまりザクセンを味方につけることによって、オスマン帝国を追い払う準備をするんです。だから一時的にカール5世は、ルターを認めるんですよ。ルターの考え方を。なんだけども途中で、これいけんじゃないのかな勝てっかもオスマンに言ってなったことを理由に、またここ、もうね、こういうところが切相ないっていうの 一回認めたのに、また調子が良くなったんで、カール5世は、またいいや、ルターなんて認めない。一時認められたものを、再度認められなくなったルター派のグループたちは、どういうことですか、これはって。抗議書を提出した。この抗議書のことを、ラテン語で、プロテスタントーティオって言うんです。そのプロテスタントー っていう単語がプロテスタントプロテスタント,プロテスタントつまり抗議するという考え方がプロテスタントという名前になり後に彼らをプロテスタントと呼ばれるようになったわけですよ。だから通常プロテスタントカトリックって言い方をした正しい世界史的に言うならばプロテスタントってルター派のことです。 それが後々これの影響を受けたカルマン派とか他のいわゆるカトリックに反発したものも全部プロテスタントに入れちゃうようになりました。だからプロテスタントってのはめちゃめちゃ多くあるようだけども世界史的にはプロテスタントっていうのは基本ルター派から使われた言葉なんだってことを忘れないでほしいということです。もう一回言いますよ。ルター派の柱は聖書ローマ教皇を言ってることじゃなくて聖書主義。そして信仰義任説。で最後に三つ目。これはみんな平等だよってことだよね。 つまり、誰でも司祭になれますっていう、何か決められた人だけではないっていう意味で、まあ、平等的な考え方をイメージするのが、司祭、万人司祭主義と言います。さて、実はこのルターの影響っていうのは他にも出ています。例えば、ルターの、えー、考え、いわゆる聖書主義をどうするかというと、みんなが聖書を読めないといけないから、ラテン語で書かれている聖書をドイツ語訳して、そのドイツ語訳したことが広がってきます。ただ、広がるにも、 ねコピー機なんてないですから。<laughs> なので、その広がったものを、そう、印刷するわけですよ。だから当時は紙、活版印刷術というのがルネサンスによって生まれてるんです。で、この影響が、なんと、南ドイツに出てきて、そして南ドイツでルターの言ってることっていうんで、農民戦争が起こってるわけです。まあでもこの農民戦争はちょっとひどかったね。 まあ、ルターから言わしてみれば、まあ、いわゆる農民のレベルの人たちが諸子を殺してお城を乗っ取る。何言ってんだと。神様というのは、から与えられたその職業や、神様から与えられた身分を守ることであって、お前らみたいに世の中をひっくり返すのは間違いである。ほら、出た。世の中をひっくり返すのは間違いである。 だからやっぱり彼の考え方は、カトリックの中のあくまでも改革に過ぎず、社会改革とか政治改革まで望んでいる人ではないことが、こういうことでわかる。残念ながらルターに見捨てられた農民たちは、あれれって言って潰されちゃう。一方、このルターの影響を受け、後で喧嘩しちゃうんですけども、スイスにツビングリという人が登場します。で、これはまあ、ルターの考え方を受け継いでいるもの。ちょこっと違うので喧嘩はしますが、ただこの人、途中で、 戦死してしまうんですね、そね。カトリックと戦って。で、まあ、ちょうどそれで、あ、スイスの宗教改革は終わったかなって言った頃に、フランスから、これフランス人ですよ、カルバンって。フランスから、えー、ジュネーブに抜けてきて、まあ、バーゼルで本を書いた後、ジュネーブで改革を行います。ただ、まあ、ジュネーブは当時スイスではないんですよ。ジュネーブ共和国という国で、まだスイスには入ってないんですけど、教科書だとスイスって言ってしまいますよね。で、カルバンはもちろんです。 ルターの考え方に基づいているので、この1番と2番、聖書は重要。信仰、人よ人は信仰によって義とされる。これはもちろん必ずあります。こういうのを何ていうか、これ1番と2番を合わせて、福音主義っていうんです。ただこれだけじゃないんですよ。彼はここにあと2つ付け足した一1つは何かというとこれ。僕はこれは素晴らしいと思う。まあ、長老主義とか、長老制度と言います。 まああまり教会に通ったことがないとわからないと思うんですけどいわゆる教会っていうのは上の教会の命令を聞くんですでまたその教会が人の命令をこのいわゆる命令系統がピラミッド形式で存在している一番上がローマ教皇で次が大司教で司教で司祭みたいなねこれっていうのはカトリックの形司教制ピラミッド型ですでもそれっておかしいでしょって教会っていうのは一つ一つ独立したものだって上からの命令ではなくその教会に通って 持ってていいるるる人たちがその教会を持っている牧師さんんとと一緒に経営をするんだとでも、通ってる人いっぱいいるから、その通ってる人の中から、なんか優れてしているじゃないですか。なんか、なんとなくいい人。それを選ぶんですよ。選挙で。選ばれた人を長老って言うんです。だから、カルバンの考え方は、この長老と、教会を運営している牧師さん。この二人が協力して、教会運営をする。カトリックとは全然違う。 こういう言い方をするとキリスト教の人は違うって言うかもしれないけど僕はこのカルバンの教会の制度っていうのは教会の民主化だと思ってますよつまりいろんな人が教会の上に関われるっていう意味では大きな変化ですさらにですよこれに加えてすごいよねまあ完全にあの お金を払ってなんていうのはもうありえないことねもう誰も救われるかどうかなんてわからない神様は見てますよって自分が救われるかどうかなんていうのは絶対にわからないんだってお金をあげたってわからない神様しか知らないだからね神様は見てるわけだから勤勉に働きなさいね禁欲に行きなさいって 僕もカルバン派の知り合い意外と多いけれども皆さん真面目ですよでしかも禁欲贅沢はしないでもこういうふうなことが予定説から生み出されるものなのだから自然にどうなるかって分かります勤勉に働いて禁欲に暮らせば金貯まるじゃないですかだから結局カルバン派っていうのは自然にお金を貯めることが善行いいことであるっていうふうに解釈するようになるわけです お金貯めなさいって言ってるわけじゃないですよ。でも貯めることが救いの表れになってくるわけじゃん。だってお金が貯まるってことはこういう状態だから貯まるんでしょ。四ミの先生見てごらん。貯まってないから。ほんなら。ね、貯まってないよ。だって金欲じゃないし、勤勉だけど。だからカルバン派にはなれません。っていうことがこういうところでわかるってこと。いいそしたらルターとは全然違うじゃない。結局ルターはカトリックの中の改革止まりであるのに対し、 でもルターの場合には言ってた一言、最後に。こういう風な農民みたいなのが改革で暴れられると困ると。だから、領主がこういう農民とかをコントロールできるシステムを教会に作らなきゃいけない。だから、ルターの教会っていうのは、両方教会制度って言って、諸侯が教会の管理をするっていう制度なんですよ。 だからら貧しいい人には受け入れられないこの後地図で見るから分かりますそれに対してこのカルバンの考え方って分かるでしょ誰でも幸せになることができるんです特に商工業者にはありがたいよねお金貯めるってことになるからだから多くの商工業者がカルバン派になりいろんなところに散るしかも彼ら金持ってますから武器も変えて暴れられる絶対王政を倒したりするようなメンバーも出てくるってことよこれが後に宗教戦争と呼ばれるようになるんですでもこんなのローマ教皇が認めるわけないじゃない だから、1545年、トリエント公会議というのを開いて、まあこういうふうないわゆるカトリックに対抗するような奴らを徹底的に絞り出すんですよ。異端審問、魔女狩り、禁書。例えば、天文学とか全部禁書になりますよね。カトリックに反抗するようなものは絶対認めないっていうふうに言われるようになるってことを、これが宗教改革なんだよ。だから、宗教改革っていうのは、ちょっと温度差があるってこと分かりましたルターと。 ね、カルバンとの温度差。今回出てないけど、イギリスにも宗教改革はある。これは違うところでありますから、あのインチキ宗教改革、ね。これはゆっくりお話ししましょう。ということで、ここまでの宗教改革を最後、少し絵を見て確認して終わりにしようと思います。それではこちらです、どうぞ。はい、それではいきましょう。地図を確認しようと思います。こちら見てください。 これはねぜぜひぜひみんなに知っといてほしいいことなんですよあのいわゆるヨーロッパのどの地域がどんな人たちが多かったのかっていうのが少しわかるようなものなんですねこれね。はい。で、次見ましょう、えー、とまずさっき言ったルター、えー、ルターというのは割とこの領主に味方があるので貧しい人にあまり好かれないだから比較的お金を持ってる人たちがルター派になることが多いんですよ。 だってほら、さっき農民がさ農民が自分のレベルを変えて諸行になるなんて認められないんだと神が与えたもの職業もしくはその階級があなたたちのものなんだとなるとやっぱり元々レベルが高い人しか支持しなくないですか見てくださいルター派はこの北欧とか北ドイツが中心となってルター派が多くなってるのが分かりますでねでカルバン派はどういうとこが多いかっていうといわゆる商業が盛んになってるとこが多いってことですもちろんここはあのジュネーブ中履っていうのは、まあ、スイスのところですよ あとはまあパリのこの周辺ですね。で、この後説明するけど、スコットランドにはプレスビテリアンなんていうカルバン派。あとはこの辺、オランダですね。オランダではゴイセンなんて呼ぶカルバン派。パリではユ、フランスではユグノーと呼ばれるカルバン派。あと南フランスにも多いですね、この辺。ユグノーが多い。こういうふうにある地域によって変わってくるってこと。あとは全体的にはカトリックが多い。特にやはりカトリックが多いのはスペイン。 多いです。イタリア、多いですね。ハンガリー、ポーランド、この辺はカトリックが多いです。で、イギリスも本当はカトリックなんですよ。だけども、あることが理由にカトリックじゃなくなっています。これはイギリス絶対王政の時に説明します。なんでなのか。これ、とても面白くて、とても重要だし、ぜひね、こういう系の学校に行ってる人は、正しいことを知ってもらいたいなというふうに思っております。さあ、それではこっち行きます。なんかこれは、こうなるのかな。 こうなのかな。そうなんです。実は宗教改革っていうのはルターが最初じゃない。まあ簡単に言うと聖書をもう一回見なさいって言ったのはこのイギリス、オックスフォード大学教授ウィックリフと、あとはプラハ、プラハ大学教授ヤンフスです。まあ残念ながら公会議開いてヤンフスは処刑。で、ウィックリフはすでにその公会議、コンスタンツ公会議って言うんだけど、その公会議には死んでたんですよ。死んでたのに火破りですから。 <laughs> 死んでるのに火破りってどうすんだよって言うと、そう、遺体を取り出して、火破りして、ね、いわゆる灰にして、テムズ川に投げ捨てたって言われる。意外とひどいね。そして、16世紀の宗教改革ルーター、見てください、頑固でしょ。こんな顔の大学教授は嫌ですよ。これも悪そうだ。これ、ツビングリですよ、これ。あ、これ、カルバンいい顔してるでしょ。そう、メンバー、ルター、ツビングリ、カルバンとこういう感じなんです。 宗教改革っていうのはこう、ここがスタートじゃなくて、ここから始まったものに過ぎないんですね。さて、あの、この説に、これね、これ。これが95ヶ条の論題です。なんかこう、金槌で打ったんだっていうふうに言ってんだけど、いやー、本当にこれ危機だったのかっていう話になってて、僕の,あの担当、大学の担当教官は絶対これ嘘だって言ってました <laughs> こういう絵がよく出てます。これがルターがドイツ語に聖書を翻訳した場所です。バルトブルク城っていう。 でザクセンの王様がいたところにかくまってもらったんですねこれ僕がいる写真だとちょっとちっちゃくてあれでしたさ若 <laughs>、はい <laughs> かわいいねこれかわいいどうこれかわいい茶髪ですよめちゃめちゃ茶髪これやばくね <laughs> これビッテンベルク大学そしてそのビッテンベルク教会ですルタンの宗教改革が行われた場所でルタンの T シャツを僕が買ってどうって言っている感じの姿ですね はい、で、えー、ルターのお墓がありました行ってまりましたそしてこれが95か条の問題を貼ったという今は聖堂の番になってますけどここは木の板だったそこに95か条の問題を釘で打ったっていうふうに言われてるけどそれインチキなんじゃないのと我が教授は言っておりました。条の論題ここういういとなんです だから実はあの宗教改革もただのこういう聖地の話じゃなくて旅をするとこはたくさんありますカルバンだってジュネーブに行くとカルバン公園があるしカルバンの家の後カルバン通りもありますそういうのを見て回ったりするのが楽しいのかなとは思っていますのでぜひともこうやって見るとなんか歴史も旅につながるんだと思ったらぜひ高評価 <laughs> いいねいただければと思います まだチャンネル登録がやってない人はぜひね、私の本のチャンネル登録もよろしくお願いします。あとは、クラウドファンディングもやってるのでよろしくお願いします。じゃあ、今回はこれで終わりにしましょう。ショコラマサラマ。また続きね。設定オーです。